6月29日、UTC 時間午後の3時です。今朝、マデイラ諸島を無事に開港し、今、2つ目のウェイポイント、カナヤ諸島を目がけて、南下しています。風は現在落ちて約15ノット前後で、低速10ノットほどで南下しています。マデイラ諸島は標高が2000メートルほどある山のがある島なので、風下側が50マイルほどのブランケがあったので、抜けるのが大変だったんですが、私たちは無事に、そのブランケットを抜けることができました。では引き続き頑張ります。頑張ります。私たちはそのセオリー通りですね、島から約60マイル離して、そのブランケットを逃げるようにして、島を開放しました。なんとか一時期、カーブに余ってしまったんですけれども、なんとか私たちは無事に、そのカーブをブランケットから抜き出すことができて、今海津町に走っています。他の船はですね、まだちょっとブランケット捕まっているようなので、一時は約6マイルほどいて2位の船と、差が縮まってしまったんですが、今約60マイルほど、差を抜けることに成功しました。今私たち次のウェイポイント、カナリア諸島に向かって南下しています。今夜カナリア諸島を通過する予定です。頑張ります。